いいですか、はい。こうした状況を受けた各知事の要請を踏まえ、21日に期限を迎える18都道府県のまん延防止等重点措置については同日をもってすべて解除することといたします。明らかにしていただいた上で一人一問ご質問をお願いいたします。まず幹事社からご質問。ロシアに対する貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回いたします。第2に輸出入管理をさらに強化いたします。ロシア向けの贅沢品の輸出禁止を行うとともに、ロシアからの一部物品の輸入を禁止します。はい。今回のオミクロン株の対応では飲食店の時短延長になります。ロシアへの制裁についてお伺いします。はい。プーチン大統領に近いエリート層や財閥オリガルヒなどに対する資産凍結の対象の範囲をさらに拡大いたします。第5にデジタル資産などを用いたロシアによる制裁回避に対応するため、暗号資産交換業者などの協力を得て金融面での制裁をさらに強化いたします。在留資格の任務ではなくてですね、条約難民に基づくような、ね、難民制度を抜本的に、はい、じゃあありがとうございました。